アレクサンドル・セルゲイエヴビッチ・サメドフは、ロシアのサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。クリリア・ソベトフ・サマーラ所属。父親は、アゼルバイジャン・ギャンジャの出身。FC スパルタク・モスクワのアカデミー出身で当時から、将来を職望されていた。当時のネビオスカラ監督に見出され、17歳で、トップチームに同行するようになる。しかし、 アレクサンドルス・スタルコフス監督が就任してからは、FC ゼニト・サンクトペテルブルクから加入したばかりの、ウラジミール・ビストロフを、ファーストチョイスにする機会が増え、サメドフの居場所は失われていった。その後、FC ロコモティフ・モスクワでのプレーを経て、2008年7月3日に、FC モスクワへ移籍。スパルタク、ロコモティフでは控え生活が続いていたが、FC モスクワでは、 右サイドのレギュラーを勝ち取り、2010年にチームが破産するまで主力として活躍した。2010年にミオドラグ・ボージョビッチ監督と共に FC ディナモモスクワへ移籍。当初はキリル・コムバロフの控えを務めることが多かったが、同年8月に K ・コムバロフがスパルタクに移籍してからレギュラーとなり、恩師・ボージョビッチ監督が成績不振で解任されてからも定位置を確保した。 2012年6月27日、2005年から2008年まで、過ごした FC ロコモティフモスクワへ4年契約で移籍した。2017年1月16日、FC スパルタクモスクワに復帰した。2019年1月13日、クリリアソベトフサマーラに移籍した。アゼルバイジャンにルーツを持つが、生まれも育ちも、ロシアのため、U-21 代表では、 ロシア代表を選択。アゼルバイジャン代表からも何度か声がかかったが、断り続けていた。2011年9月23日、ユーロ2012予選のマケドニア・アイルランドとの2試合で A 代表初招集を受け、10月7日のスロバキア戦で A 代表デビューを果たした。2013年9月6日のワールドカップ予選、ルクセンブルク戦で代表初得点を挙げた。 2018年 FIFA ワールドカップロシア大会後代表引退を表明した。ありがとうございます。